はいどうもパシです。それでは今週もやっていきましょう。晒していても増刊号、皆さんコメントいつもありがとうございます。それではね、早速雑談なんですけれども、先日なんとチャンネル登録者が30万人突破いたしました。ありがとうございます。先月はなんと飛ぶ鳥を落とす勢いでですね、チャンネル登録者がグイ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 と、もう飛行機にでも乗ってんじゃないかぐらいの勢いでもうブワーってね伸びました。で伸びたんですけれども、なんとね、乗ってる飛行機がちょっと今墜落しそうになってるわけですよ。でまあ何人かね、俺の横にも乗客で、まあ、真人くんとか何人か乗ってるんですけれども、一部のですね過激派の人たちがですね墜落を祈ってますみたいな連絡をすごいしてくるんですね。でまあ人の不幸で飯がうまい、まあその気持ちはわかるんですよ。でもね、人の不幸を願ってるようなやつは幸せにはなれないと思います。なんでね、まああんまりいいことではないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、墜落したところで僕ら飛行機から降りるプロなんで、まあ、パラシュートつけてるから大丈夫って感じで、まあ元々別に俺それ出身畑じゃないですからね。あの YouTube 評論家のバイシムくんさんからですね、オパシの画面はいらないって言われるぐらいの人間なんで、で実際まあ晒していいと思って、まあ、再生数結構いいじゃないですか、平均して。で今までスプラトゥーン、グランドセフトオート、コールオブデューティ、ドライビングゲーム、まあ、その他もろもろ荒野行動、北米版、その他もろもろいろいろやってきたんですけれども、どれでやっても再生数変わらないんですよね。はい、なんで別に正直俺の場合は画面が必要ない、そんなに俺にとっては影響は出ないかなっていうふうに思いますね。最悪の最悪に想定して、まあだとしても今回の件でね、いろいろ学んだこともあるので、まあもし何かあったら次に生かしていければなというふうに思いますとしか言いようがないですね。はい、なんかもうコメント欄がね非常に荒れちゃっていて、生放送するとねびっくりしますよ。皆さんこの間ね上げた30万人突破記念の配信のアーカイブ見ると、今の YouTube ライブってアーカイブで生放送の時のコメントも見れるようになってるんですよね。荒れ方半端ないですからね、びっくりしますよ。あれが YouTube なんだなっていう風に、感じさせられました。はい、ということでですね、先日30万人突破したということで、プレゼント企画も、やってますし、で今度30万人記念のプレゼント企画も行います。でプラス記念動画とかもやりますし、で今度俺、ヒイラギさん、ナナカさん、タマオさんで、30万人突破記念の記念配信をやろうという話もありますので、その時にね、コールオブデューティーとかを30万人突破の時はやっぱサブ数をまず伸ばさないと30万突破しなかったんで、荒野行動の生放送なんですけど、30万人突破記念の配信はコールオブデューティーもやりますので、ぜひともね皆さんその時は遊びに来ていただければなと思います。日程はまだ4人で調整しないんで、また後日ご報告させていただきたいなと思います。それでは早速本編やっていきましょう。こちら AV 出てもおかしくないですね、オパシさんなら笑っていうね。先週の晒していともぞう刊号で、まあエイプリルフールだったんでアダルトビデオに出ますっていうネタをやったんですよね。そしたら、14万再生いきまして、まあ逆に言えばオパシが AV 出るってなると14万人が興味を持つわけじゃないですか。これ結構すごいことだと思うんですよ。ぜひともね、アダルト業界の皆さん、オパシにタイアップをいただければなと思います。何らかの形でね貢献できると思うんですよ。お金と仕事と女をください、正直者かって話ですね。はい、で、まあ、そんな感じでですね、で以前俺 DMM さんと結構仕事してたんですよ。 DMM のタイアップ結構何回もやってて、まあアイギスとかもそうじゃないですか。 DMM といえばね、まあ、アダルトもしっかり有名じゃないですか、あるじゃないですか。で、以前紹介した PSVR の AV ってあれ基本的に PS4 の中に DMM のアプリが入っていて、そこからでしか見れないんですよ。なんでPSVR ユーザーは多分 DMM のアダルトで AV を買うことになってると思うんですよね。なんでぜひともね、やっぱね PS4 を持っているリスナー多いですよ、オパシで。まあアダルトなリスナーも多いわけですよ。これはねタイアップいただけないかなと個人的に、願っております。以前ね、俺が企画したオパシのおすすめの AV っていうのを毎月1本紹介するっていうコーナーをどっかのエロサイトでやってくんねえかなっていう話だったんですけど、あれ全く話来なかったですね、オファーはね。悔しい。絶対需要あると思うんですけどね、今月の1本みたいな、何人のリスナーが抜いたかカウンターが再生数みたいな感じで出てくるみたいな超みっともね、まあ、そんなんあってもいいかなと思うんですけれども、 YouTube はやっぱねエロにうるさいんで、比較的やっぱそういうタイアップがまだ YouTube には全然流れてきてないというのが現状ですね。まあ、風俗業界しかりアダルト業界っていうのは流れてこないですね。はい、いつの日かそういうタイアップが来ることを願っております。はい、お次こちら、
寂しがり屋だけどゲーマーな彼女で一緒にゲームするのはおぱっさん的にありですかというね、前回のエイトモでですね、自分はほらゲーム実況者っていう立場もあるので、まあ普通の人よりもゲーム長時間やるじゃないですか。でも旗から見たらゲームしてるように しか見えないから、まあ、理解も得られないし、長時間ゲームって女の子嫌がること多いんで、まあ彼女は邪魔な存在になっちゃうからいらないみたいな話をしたんですけど、それに対してじゃあゲーマーの彼女ならいいんじゃないのっていうコメントめっちゃ多かったです。でそれに対してなんですけど、確かにゲーマーかゲーマーじゃないかで言えば、できればゲーマーであってほしいんですけれども、ゲームできなくなるから彼女がいらないではなく、結局やっぱり実況ベースなんで、じゃあ彼女を実況に出すかっつったら、おそらく自分は出さない人種なんですよ。多分もし将来彼女ができたとしても、多分席入れるまでは動画に出すことってないと思うんですよね。で多分席入れたとしても、おそらく動画にしないと思うんですよ、それを。でだから多分なんだかんだ言って結局彼女も作らないし、彼女みたいな人が動画に出てくるっていう日も来ないんじゃないかなというふうに思いますね。で例えばですけど、もし俺が例えば席入れてたとして、で席入れてたとして、でじゃあジュエリーさん出勤出勤とか、朝木さん出勤出勤みたいな動画さ上げてたらさ、お前奥さん悲しんでるぞみたいなさ、なんかさ余計なお世話キッズで多分コメント欄あふれかえるんですよね。でそうなっちゃうと純粋に楽しめないじゃないですか、俺のなんかセクハラ芸能みたいなやつを。だからそれは良くないと思うんで、多分自分のこの芸風を変える日が来るまでは、彼女がいたり奥さんがいたとしてもいないっていう風に多分言い続けますね。でさらに言うならば、心の底から彼女今別にいらないって思ってますね。はい、ただ都合のいい女の子は心の底からもう手がもう喉から何本も出てくるぐらい欲しいですね。はい、以上です。はい、お次こちら、男女でシェアハウスってどう思いますかというね、まあ、男女でシェアハウスで生活させるみたいな、なんかペロペロハウスみたいなドキュメンタリー番組いっぱいありますけれども、まあ、最近確かに流行ってますよね。で俺シェアハウスに泊まったこと実はあるんですよ。住んでたことはないんですけど、で有名なシェアハウスで、まあ、店舗化してるやつなんですけど、で泊まった時に、まあ、知り合いがすでにそこのシェアハウスの住人だったんですよね。でなんか友達もなんか泊まらせていいみたいな制度らしくて、で泊めてもらったんですよ。で泊めてもらった時に、別口で泊まってる人もいたんですよね。で、まあ、いろんな人がいる状態だったんですけど、で俺普通に飲んだ帰りで結局そいつのそのシェアハウス泊まることになって、ジーパンだったんですよ。で俺ジーパンで寝れないんですよ、なんか堅苦しいじゃないですか。で基本的に俺トランクスで寝るんですけど、そしてトランクスで寝ていいかってそのシェアハウスの一番偉い人に聞いたら、ダメですと。その女性もいるシェアハウスなんで、その下着姿で寝るのは性行為を、要求しているように見えたり、まあ、そういう風な女の子が感じちゃうから、下着姿はうちは絶対 NG ですみたいな。でだから絶対にジーパン履いて寝るか、まあ諦めて出てってくださいみたいなこと言われて、えマジかよと思って、ガチガチだなと思って。でなんかまあシェアハウスにもよるんですよ、実際。有名な話でどっかのシェアハウスだと、なんかそのシェアハウスにあるルールっていうのはゴムをつけることそれだけみたいな、なんか有名なシェアハウスもありますけど、まあガチガチで固めてるところはガチガチで固めてますね。ただじゃあそのシェアハウスの住人同士でそういうことって一切起きないのって言ったら、シェアハウス内ではないけどホテルは全然行くみたいな話を聞きましたね、その時はね。だからまあ結局やっぱ男女の仲になっちゃうんじゃないですかね、やっぱ若い子たちですし。そういうやっぱ普通なんか引きこもり系ではなく、人との交流を求めてくる陽キャの集まりじゃないですか、ある意味シェアハウスなんて。だからやっぱまあいろんなことが起きるとは思いますよ。だから男女のシェアハウスっていうのも全然ありだと思いますけど、まあそういうことにはなるよねっていう感じですね。ならないわけがないんじゃないのっていうふうに男としては思ってしまいます。はい、お次こちら、質問です。僕には彼女がいるんですが、僕の彼女は他の男に一度抱かれています。他の男に抱かれている彼女とやりたくないのですが、彼女のことが好きなんです。どうすればすんなりやれますか、教えてくださいというね。まあ自分の彼女が処女じゃなかった、まあ確かに悲しいことなのかもしれません。いわゆる処女信仰に近いものかもしれないですね。で、彼女が他の男と、そういうことをしていたことがある、そういうことをしてたのを想像してしまう、まあ確かに気分は良くないです。俺だってめっちゃ気分悪いですよ、そんなもし言われようもんならね。いや元彼とのディープキスを思い出すわって言われながらキスされたりしたら、まあそれは最悪の気分ですよ。それは多分みんなが同じだと思うんですけれども、だからといって元彼がいたっていうだけで彼女をそういうなんか汚れてるみたいな風に言うのってすごい失礼なことだと思いますし、で実際前にその処女信仰をなんかちょっと茶化すような漫画があって、なんかそのクラスの子たち全員になんか食べ物をもう1回ずつ持てと、で1回ずつみんなが手垢をつけて触ったやつを最後の人にこれ食べろって、食べれるかっつって、こ
こんなみんなが触った汚いやつ食べれないだろうつって、お前はこの中古の汚い食べ物と同じだみたいな感じで、なんかビッチの女の子をバカにするみたいなシーンがあるんですけど、あれと違うと思うんですよ。だって別に毎回お風呂入るし綺麗じゃないですか。で歴史も経つじゃないですか。だからなんかそのみんなが触って汚くなったものっていう表現はちょっと違うと思うんですよね。みんなただガスといった時にさ、コップ使うと思うんですけど、そのコップって毎回すごいちゃんと除菌とかされてるじゃないですか。でも汚いおっさんだって絶対そのコップ1回使ってるわけですよ。だからといってその汚いおっさんのこと考えながらのドリンク飲まないですよね。だからそれはちょっと違うと思うんですよ。だから言い方を変えると、その女の子っていうのはいろんな人に触られて手垢がついて汚くなった汚れた女っていう表現ではなく、むしろ俺伝統芸能みたいなもんだと思うんですよね。いろんな人たちが後継いで後継いでつって、いろんな技術いろんな経験を踏まえてどんどんそれをより良いものにって消化させていった結果がそれみたいな感じで、まあ途中でね間違って良くない人に引っかかって、まあ女の子はねメンヘラになっちゃったりとか、まあ変な思想を持つようになったりとか、いろんなことはありますよ。でもそれと同じだと思うんですよね。でそういういろんな紆余曲折があったからこそ、今目の前にいる女の子は自分を選んでくれたわけですよ。多分その紆余曲折がなかったら自分のこと選んでくれてないんですよね。その全くない真っさらな状態だったら多分あなたのこと選んでないんですよ。だからこそ元彼にむしろ感謝するぐらいの度量を持った方が個人的にはいいと思うし、まあ、気分が楽になれるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。ではまた来週お会いしましょう。バイ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。